量が多い。中盛りでもでかいわ。俺タバコどっか行ったんで、コンビニ寄ってください。はい。名古屋も帰るよ、近いうち。ハンドアです。OK です。ありがとう。だあ苦しい。家近いの？もうちょっと。何分？もうちょっと。もうちょっと。お前もちょっと長いからな。はい、何分？20分ぐらいかな。20分もかかるの。ああ、プリウスのバッテリーね。いやもう本当に特定されないように映さないでくださいね。それは責任取れん。俺はすぐ特定されたから。本当にやめてね。にやけてんのやめてくれる？8キロだった。つか味濃いからご飯なしじゃ食えないわ。喉乾くよ。味濃いよ、うん、結構濃厚だよ、うん、青きてそんなうまい？普通ぐらいちゃう？うまいのがうまくない？青きてのがうまい？私は青きて好きだもん。青きて好きなの、うん、チャーシューもうまいから気になる。ここにしたらよかったじゃん。気になるな。うわ、髪型が。パッカーン。邪魔な止め方してるね。食べたくなった。ちょっと見えない。見えない。痛い。見えないって。なんでその足の裏黒くなってんの、真ん中。いや、鮫島の家で汚れた。見えないって本当に。豆ぞうまいんだ。美味しいんだ。へえ。入ってらっしゃい。買ってきて、動け。何買ってくるの？広角レンズと財布。金取るでしょ。タバコと財布チェックしとこう。1、2、3。いや3000だけ起こしないで。あ、5000円札か。さっき6、あ、5。これなんでこんなない？盗んだ。なんで盗むのよ。3、4、5。全然入ってない。入ってんじゃん。私の財布見せよっか。いいよ。何買ってくんの？うん？うち何にもないよ。え？タバコだけでいい？タバコと綾鷹とお茶はある。冷蔵庫は？冷蔵庫ある。お茶って口つけたやつ？うん、2リットルの。口つけた？つけるわけないじゃん。コップある？あるよ。氷は？あ、氷ない。
氷買うんじゃ、じゃあもっとあっち行く。なんで？溶けちゃう。タバコと、うん、じゃあもっとあっち行こう。もう吸いたいからだね、はい、タバコと、あやたかと。あやたかあるっつってんの。氷とミルクティー。ミルクティー？あの紙パックの。紙パックのミルクティー？うん。あとは？あとガリガリ君のチョコチョコチョコナッツ。あるかな？なかったら？それ今食べないからね、ガリガリ君。溶けるよ。まあいいや。いいんかい。苦しい。キツネ29号ブロックです。タバコ何個？2箱。私飲むね。おい、花火何発飛んでんの？誰が投げてるの？もう一つありがとう。ちょっとまとめ投げでお願いします。よかったら一つありがとう、三つありがとう、まとめ投げでお願いします。ゆりちゃん、四つ目ありがとう、まとめ投げでお願いします。ブーちゃんに少ないわけないじゃん。苦しい。五個目ありがとう、まとめ投げでお願いします。うん。6個目ありがとう、まとめ投げでお願いします。花火80は嘘でしょ、さすがに。それ飛ぶわけないでしょ。花火80は嘘でしょ、イベント中なのに。でも嘘をつくの？よく飛んでて40発ぐらいでしょ。やばい、今うんこしたらあのゼロニャンの心境、うんこがこびりつきそう。汚いな。うん、初めて、いや2回目。前味噌ラーメンついた。味噌ラーメンね。なブーちゃんなんか配信業するらしいよ。ゼロニャンは独身になったのかな、わかんないけど、あんまわかんない家庭のこと。ああ苦しい。ああ苦しい。言うの受けるよ。早めに寝て。ちょ、サンゴ誰？サンゴちょっと無料アイテムちょうだい。ゴミワンだしマジクソだわっていうコメントって意味がある？ゴミとかクソとか何を伝えたいの？お、ハリー3個ありがとう。ちょっとマンチコメントしかなくなっちゃったな。3号誰？君か。はい、うわぁ、タバコ買ってる。ありがとう。ずうずうしい女。ありがとう。よし、行くぞ。花火ありがとうね。
かわいいな。ブーちゃんリス、元ブーちゃんリスナーだな。3号は奪ってやったぜ。フフフフ、ざまあねえな。ブーちゃんを、はい、こうちゃんも可愛いもん。どっち？つか、池上くんは結局どうだったので？俺チョコチョコチョコナッツって言ったけど、売ってなかったんだもん。んだよ、お前も食うのか、2つ買って、うん、俺こっち大人のショコラ。それでも負けてるって何が負けてるの？マンスリー俺より上なの？俺イベント2位だけど、どこは負けてるの？149号さんしつこいけど、ねえ、何一つ負けてないでしょ。うわー、キャスバーお通夜なんだ。俺が帰ったら売り上げ伸びるっつって、ねえ、売り上げ伸びてないんでしょ。どれチンって？俺のチンコだよ。ドリルのように中をこうかき乱す。だから女性によっていただきます。その G スポットっていろいろなとこあると思うんだけど、俺のドリチンはドリルだから、もう入れればもう最後行かない女はいないんだよ。うん、もうぐるぐる回るから全自動で、うん、回るよ。うん、だから行かなかった女いない。うん、でチンゲのところにLED ライトもついてるし、だから電気暗くても照らすんね、ピカッて光るから。うん、LED も搭載してる。ピカッて、うん、まあ、謝らなくていい、寝たらいい、おやすみ。朝鮮人はみんな LED 搭載なの。すごいな、朝鮮人。あら、朝鮮。あら、髪の毛入ってる、これ。誰の、これ。誰や。ゼロニャンが息子じゃなくて娘だったらな。娘と仲良くなるんだよ。何のために？だから電気明るいと恥ずかしい系女子が多いでしょ。だからそういう時は LED で照らすんだよ。うん、なんで偉そうなの？俺の枠だから。あ、俺人様の枠じゃあんましゃしゃらないけど、俺の枠だから。上目線じゃ、上目線じゃない、俺目線なの。ニコ生見ておいでよ。用途目がちっちゃくなるな。いつももっと目あるのに。俺目線じゃなかったら何目線で喋ればいいのか分かんないよ、俺。自爆で。うん、
何目線？でも優しいリスナーさんはまあ下目線で、ね、